準備してきたよ。あとは任せるね。はい、受けたまわりました。待っていてください。すぐに取り掛かります。あ、受付のアンナさんだっけ。はい。皆さんありがとうございます。何に対する感謝でしょう。組合長代理のこと。ごめんなさい。ちゃんと説明を。私もともとサルドニカ出身ではなくて、工芸が好きでこの町にやってきた人間なんですが、それでも組合長代理が今日までたくさん苦労してきたのは知ってます。お父上が亡くなって若いのに後を継いで、右も左もわからないのに立派に振る舞って、私は事務仕事くらいしか能がないから何も手助けができなくて、最近は特に彫像の件もあってずっと難しい顔をされていたように思います。そうだよな、あんなに若いのに。でも皆さんが来て状況が変わって、それから表情も前向きになったって思うんです。だからありがとうございます。私ではあの子を助けてあげられなかった。アンナさん、そうやって思いやってくれる人が近くにいるだけで意外と気が楽になったりするものだよ。そうだと嬉しいです。フェデリーカ・ランベルティ交渉組合長代理、ついに世紀の彫像を制作する派閥を決めるとのこと。素材も技量も全てこの日のために整えました。あとは開始の号令を受け取り工房へと飛び込むのみ。誇りと伝統を積み重ねた我ら魔石派がこれからも変わらずサルドニカを守ってゆきましょう。どうぞ我らガラス派にお任せあれ。自由と未来の気風を持ってサルドニカを支えましょう。相変わらずやる気満々だな。でも組合長代理、どうかしたか。これより裁定を下します。アンナ、あれを。はい。これは魔石の品。まさか。おお、よくぞ決断を。まだ半分です。ガラス細工の傘。組合長代理、今さらこのような折衷案など。待て、アルベルタ、よく見ろこの傘。ただのガラス細工ではない。細かな魔石が全体に散りばめてある。しかしこの透き通った発光は。接合面に濁りがない。ガラスと見間違えるわけだ。組合長代理、これはどうやって作ったんだ。この傘は父の遺産を用いて私が作りました。ランプはライザさんが錬金術と交渉の技で、かつて父が幼い私と思い描いたものが
これなのです。交渉ならここから父の思いを汲んでください。父の遺産、ガラスと魔石をつなげたデュエット溶剤です。たくさん用意したので好きに使ってください。アルベルタ、サベリオ、これで何が作れるか思い描いたらワクワクしてきませんか？うん、それは。ああ、確かに。参考となる品がランベルティー家の工房にあるので、二人とも覗いていってください。あ、そうだ。正規の彫像に関する事柄は当面停止します。両派とも試作してみないと意見が出せないでしょうし。行きましょう、皆さん。いや、終わった終わったのかな。したのは生まれて初めてです。あれでなんとかなったのか？俺にはさっぱりわかんない。お二人には通じたみたいだし、いいんじゃないかな。大量のデュエット溶剤と我が家の工房を見て何も感じられないのであれば交渉失格です。まあアルベルトとサベリオなら大丈夫でしょう。無駄ないさかいもなくなれば組合も楽になります。皆さんが町に来られなければ、協力が得られなければ、この結果にはつながりませんでした。心から感謝します。気にしなくていいよ。私たちはやりたくてやっただけ。本当にそれだけなんだから。得るものも得たし、まあお互い様ってとこだろう。過去形で語っていいの？ライザが十分な技術を手に入れたかはまだわかんないんじゃ。あんだけで言うなら、魔石の光源を調合した時にこれでいけるって感じたけど。わからないなら調べてみよう。今までもそこそこ便利に使ってはきたけど、これが鍵の形をしてるのは多分鍵を連想させて生成の助けとする、それだけの理由でしかないと思う。生成される鍵はただこいつの機能で生じてるだけ。それを強化するにはどうすればいい？軽く聞いてはいましたが、あれがカーク軍刀の謎を解く鍵なんですよね。うん、私たちも便利に使ってるけど、どういうものなのかまだ分かってないの。やばいものだったら俺たちで止める。そのためについてきてるんだ。多分こいつは周囲の力をかき集めて鍵の形に変換する道具なんだ。なら周囲から集める力を増やす。どうやって？大きな力をそう都合よく集めるなんて不可能だ。じゃあなんでいけるなんて感じたんだろう。私がここで得たものに関係あるのかな。これまではひらめきと直感に頼ってた調合が、工芸技術を学んで鮮明に想像できるようになった。鮮明に想像して調合した方がいいものが。あ、そっか、鍵も同じで。ありがとうフェデリーカ、分かったかもしれない。え、はい。なんとなくの想像で鍵を生成するとき、集まってきた力の大半は逃げてしまってたんだ。歯車が回り始めたかな。ああ、ブンブン回ってるのが聞こえるぜ。これは本格的に帰り支度をする必要がありそうだな。そっか、サルドニカともいよいよお別れだね。え、つまり
あらかじめ器を用意しておけば力を逃さずに鍵に込められるんだ。うん、いける。この新しい鍵ならあの扉を開けて宮殿の奥に乗り込める。すっげえ鉱山。誰かさんが喜んでツルハシ売り上げそうだな。何しようかな。何でよ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 な。まだまだ続かれも。え、何しようか。どこにいよ。どこにいよ。何でよな。何でよな。え、お材料は。どこに出よう。いいよな。どうしようかな。いいかげんだ。よし、行け。できた。力のこもっていない空っぽの鍵を用意しておいて、後からそこに力を注ぎ込むってことで合ってるか。そういうこと。そうすると無駄なく効果を高められるんだ。へえ。分かったような、分かんねえような。命名するなら、全てを受け入れて染まる無垢の鍵ってとこかな。ライザ、声が聞こえるとか気分の悪さとかそういうのは何もなかった？うん、大丈夫大丈夫。作らされたものじゃなく、私が思いついたものだからかな。それも罠じゃなけりゃいいがな。まだそうやって喜びに水を差す。心配してくれるのは嬉しいけど、やりすぎは逆効果でよ。さーて、実験といきましょうか。近くにちょうどいい場所はないかな。北西に大きなランタンが見えたんだけど、あそこはどうだろう。うん、すっげえ鉱山。誰かさんが喜んでツルハシ振り上げそうだ。ここならちょうどいいかな。無垢の鍵って言ってたよな。これまでと何か違うのか。ううん、やることは同じだよ。周囲に力を集めて鍵に込める。早速やってみよう。新しい鍵が…できた。すごいよライザ、僕らにも今までとは一味違うって分かるくらいだ。まったくな、途中ドタバタしてもなぜかそうなる。この調子で鬱陶しい声だのなんだの全部ぶっ飛ばしちまおうぜ。うん、これで一気に解決できちゃうかも。ドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば両派への橋渡しも話が早くなるはずです。目的は達成したんですものね。
ここでいいのか？サルドニカとももうお別れか。やることを済ませたら皆わざわざ見送りに来ていただいてありがとうございます。短い間でしたけどお世話になりました。ああ、全く短い間だった。もっと教えたいことが山ほどあったのだが。俺もだ。ああ、でも当分デュエット溶剤の用法をガラス派全員で研究するからそれどころではないか。無駄遣いはするなよ。溶剤は共有財産だ。両派で扱うものだからな。そっちこそ。やめてください二人とも。両派は最後まで対立していたなんて思い出を皆さんに残したいんですか？これはこれでらしい思い出になるよ。フェデリーカもこれでお別れなんて思わずにさ、出会った時みたいにまたすぐ来ればいいよ。そうそう、むしろ前より身軽になったんだろ。あの鍵でことが解決して俺たちが解散してもライザはいるだろうしな。みんなを呼び集める手配もしてあるし、空間統計屋なら手紙も早く届くよ。皆さんありがとうございます。本当に。大変だったけどとっても充実してたよ。それに何よりとっても楽しかった。またね。あ、ところで対立がやや沈静化して仕事も楽になったとアンナが言っていたな。組合本部を通さず直にやり取りすることも増えた。それは楽にもなるだろう。なるほど、組合長代理も暇になるというわけか。しかし取引や調整はどうなんだ？そっちは争いの調停がなくなって暇になった派閥の頭領が二人もいるようだ。なら組合長代理も長期出張なんかして町を開けても大丈夫ってことか？そうだな。今までの苦労を誰もが知っているし、町の誰も文句は言わんだろう。二人とも。でも私は。お父上は多くの地を旅され立派になられた。娘もそろそろ良い頃合いだろう。お嬢が慌てて帰ってこない程度には仲良くしておくさ。荷物は後でアンナに送らせる。さあ行きな。フェデリーカ？ライザさん、私も連れて行ってください。せめて皆さんが解散する時まで。ただいまーっと。いやー、やっぱり空間島は落ち着くよ。
サルドニカもいいところだったけど、里帰りってのはまた別の感じだからね。ガキの頃からずっとここを出たいって思ってた俺たちがこんな気分になるとはな。勢いでついてきてしまいました。アルベルタさんもサベリオさんもいいって言ってくれたんでしょ。それはそうなのですが、人をまとめる立場だと慎重にもなりがちだが、時には思い切った判断も必要だぞ。ま、ライザは思い切りすぎだけどな。へえ、これくらいの方が楽しいでしょ。子供の頃から皆さんほどの冒険者なら溢れる才気をさぞ持て余されていたんでしょうね。溢れてたのは才気じゃなく負けん気だけだったぞ。こいつら3人は村での務めもろくに果たさず。こら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 、余計なこと言わない。フェデリーカ、ボスの証言は当てにしないように。本当に信頼し合った仲間だと伝わってきます。何言ってるんだ、もうフェデリーカも仲間なんだぞ。そうですね、そうでした。まだ実感がなくてすみません。さ、まずはどうしようか。ひとまずアガーテ姉さんに帰ったことを連絡かな。アガーテ姉さんのところに行こう。ここでいいの？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。どうしたの？なんかボスらしくない姿を見た気がするけど。逆にお前は口を開けばいつもお前らしいな。俺だって本を読んだりすることはある。そういえばボスもタオと同じように学園で論文とか書いてるんだよね。何書いたの？経営学的なものだ。経営学？何それ？そんなことだろうと思ったぜ。お前にはわからないだろう。あ、ひどい。かいつまんで言えば、空剣島の今後のことを考えて最も役に立ちそうな学問だ。ボースはさ、やっぱりいずれは村で偉そうに振る舞っていきたいわけ？お前、人聞きの悪いことを言うな。ただ村をより良くしたいと思ってはいる。そしてそれは村の他の連中では難しい。村の連中はその意志と当該の知識が足らなすぎる。その意識の改革をするのに誰かが旗を振らねばならないんだ。勘違いするなよ、父さんに言われたからじゃない。これは俺自身の意志だ。なるほど。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな、空剣島はまだマシに見えるぜ。